本日は演劇博物館演劇映像学連携研究拠点奨励研究主催によるワークショップ審判の音を聞く四代目中村標蔵とその時代にお越しくださり誠にありがとうございます。本日の司会を務めます柴田光太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに本日の企画の成り立ちに触れておきたいと思います。演劇博物館では昨年度秋季企画展として新派アバンギャルド演劇の水脈と題する展示を開催いたしました。この展示は昨年度まで演劇博物館の助教であった後藤隆起さんを中心に企画され、昨年度まで実績研究員であった私も関わっておりました。実は本日のワークショップもこの展示を契機として昨年度内に実施予定だったものなんですけれども、ちょうどオミクロン株の流行拡大時に当たってしまったために年度をまたいで本日の開催となりました。さて本日は演劇博物館に収蔵されております四代目中村標蔵旧蔵資料を手がかりに新派の音楽そして音響演出に光を当ててまいります。新派は明治大正昭和以後へと日本のさまざまな時代を描いてきました。その舞台には近代化を成し遂げていく日本の変化がさまざまな形で記録されており、その作品群からは各時代の音をも独特の仕方で聞くことができます。昨今世界各国の文化研究の中では近代化というものがどのように社会や文化そして人々の感性を変化させてきたのかということを問い直す研究が進められております。そして変化する社会の中でどのような音が響き、そしてそのような人々がどのような音を耳にし、その振る舞いを変化させてきたのかが考察されております。日本では例えば様々な日記や随筆、文学作品、あるいは映画作品に各時代の音がどのように記録されているかといったことが研究されていたりもします。そうした中で本日取り上げます新派の舞台は歌舞伎などの日本の伝統的な音の文化、感性を引き継ぎながら新しい時代、にこうして独自の文化を形作ってきた存在と言っていいと思います。そしてその新派の音響演出を作ったのが本日取り上げる四代目中村標蔵さんであり、そしてその仕事は現代の新派の音楽演出を支える中村標蔵の実存である片田喜佐代さんにも脈々と受け継がれております。本日は劇団新派邦楽部の片田喜佐代さんをお招きするとともに、歌舞伎から新派までの近代の歌舞伎や新派の音楽に関する研究を進めておられる共立女子大学の土田真紀子先生を招きいたしました。第1部では四代目中村標蔵とその資料について解説や実演をいただき、第2部ではそれらがどのように具体的な作品の中で刻印されているかということが事例を取り上げながらお話をいただきます。1時間半ほどの催しとなりますけれども、皆様ゆっくりとお楽しみいただけますと幸いです。さてなかなかとお話してしまいましたが、ここで本日のゲストをお招きしたいと思います。劇団新派邦楽部の片田喜佐代さん、拍手でお迎えください。そして共立女子大学の土田真紀子先生です。でここからは土田先生にマイクをお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました共立女子大学の土田と申します。本日はどうぞよろしくお願いし申し上げます。座らせていただきます。今柴田さんの方からご紹介がありましたように、今日は新派の音を聞く四代目中村標蔵とその時代というタイトルで少し喜佐代さんにお話を伺ってまいりたいと思います。第1部は標蔵旧蔵資料に光を当ててまいります。最初に劇団新派の邦楽部とそれから中村標蔵さんについて私の方から簡単にご説明申し上げます。劇団新派は現在2代目の水谷彩子さんと波野栗子さんが率いる俳優陣のほか5名の文芸部の方々、そして邦楽部からなります。邦楽部現在所属は片田喜佐代さんでございますけれども、今は喜佐代さんが集められた方々でだいたい長唄が 2、3人、三味線が 2、3人、鳴り物は喜佐代さんを入れまして5名ぐらい、その他まあ必要に応じまして清元の方々などに依頼をして演奏をしています。
そしてこの法学部の前身である音調部を作ったのが四代目中村兵蔵ということになります。法学部と名を変えた後も長きにわたり新派の音楽演出を支えてまいりました。兵蔵さんでございますけれども、明治21年に生まれて昭和57年まで非常に長く新派を支えられました。詳しい経歴はお手元のプリントの方にございますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいんですけれども、最初は歌舞伎で活躍されて後に新派に入られました。それからもともとは歌方でいらっしゃったということで、新派に入ってからは鳴り物を中心ということになろうかと思いますけれども、鳴り物に限らず音楽演出全般を統括されていらっしゃいます。新派音調部という名前で始まって後に法学部というふうに名前を変えますけれども、本当に新派に限らずですね、そこに井上正雄演劇道場部長、水谷彩子主催芸術座部長でございますが、あらゆる舞台 の音響効果に携わられて、映像の方にも影響を与えられたというふうに伺っております。3人の息子さんたちもそれぞれ歌舞伎や新派でご活躍されて、本日お話を伺います久代さんはお孫さん、片田清蔵さんの娘さんにあたります孫さんでございます。こちらはですね、先頃歌舞伎に携わる演奏家名鑑という本が出たんですけれども、そちらに書いてあります兵蔵さんのご紹介の文章からですね、抜粋したものでございます。読みます。60年の長きにわたり同劇団の音響一切を取り仕切り、舞台音響の礎を築いた。そして情のある音を求め、ある意味兵蔵のこだわり抜いた音が新派の舞台を支えていたとも言われるというふうに書いてあります。この情のある音というのが本当に兵蔵さんの求められて追求されてきたことなんだろうというふうに思います。幕内では頭の呼称で親しまれたということで、今その新派の音響や影林は辻良二さんという方が始められた舞台音響会社 SBS という会社が担当しておりますけれども、その辻さんがまさにこの兵蔵さんに音響を学んで、受け継がれていらっしゃいます。で、ここにありますように、その辻良二さんの遺髪を受け継いだ SBS スタッフと兵蔵の孫片田喜佐によって受け継がれているということです。こちらちょっとスナップの写真などを今日お借りしております。兵蔵さんですけれども、喜佐代さんがこのお嬢さんですね。それから妹さん、これ七五三の写真ですね。はい。それからこの抱っこされてる赤ちゃんも久代さんなんですね。お隣はいとこです。とこさんですね。南蔵の娘ですね。この抱っこ、こちらの抱っこされてる赤ちゃんは妹さんということですけれども、本当に何かご家族の和やかな雰囲気が伝わってくる写真でございます。はい、ということで早速でございますけれども、演劇博物館が所蔵いたします、兵蔵旧蔵の楽器を、少しずつご紹介したいと思います。最初はムツオレ三味線ということで、ちょっと写真で出して、こちらに実物があるんですけれども、ちょっとご覧いただきにくいと思いますので、写真で説明いたします。三味線というのは普通三つ折れと申しまして、三つに分解できて、それを持ち運びつなげて演奏するという形ですけれども、こちらはより運びやすいようにということですね。巡業などに持っていく際に便利なように六つ折れという非常にコンパクトにこの小さな箱に三味線が全部入るように作られてございます。これですね、1,2,3,4,5,6 と竿が6つに分かれまして、そこに胴をつける形です。こんな感じで収納されています。
継いだのがこのような形ですね。継ぐと普通の三味線として演奏することができます。そしてチューブベル、はい、チューブベルというのはNHK ののど自慢なんかで演奏しているものと同じです。あれはたくさん並んでますけど、ここは2本で演奏いたします。こんな感じ。今でもこんな、これがチューブベルです。そして、盤木。はい、盤木。これはもう歌舞伎でもよく使われますね。これ多分この何か机かテーブルだったんだと思うんですけど、ちょうどいい音だからって言ってこれ盤木にしたんじゃないかなっていう感じの跡があります。この4つ穴が裏に開いていて、何かの足を取ったのではないかと。まあそういうこだわり、音の方のこだわりで、いいものでもこうやって道具にしちゃうような方でした。盤木は寺院とか、あと吉原なんかでも時刻を知らせるのに使っていたということで、新派ではどちらかというと後者の例の方が多いかもしれませんね。次が汽笛八声記でございます。はいはい、これがね、私ね上手じゃない。これが遠音かな。こっちがもう。汽笛の音ですね。あとこれももう一個ある。こういう擬音というか、こういう笛を使って、音を作ってました。ありがとうございます。こちらの金属製の方が円白に所蔵されているものですね。はい、こっちですね。今は竹製のものを使うということでしょうか。あまり汽笛の音をやることないんですね。テープでやることの方が多い。録音なんですね。録音の方、はい、これは表情さんが特注で注文されたんでしょうかね。ですかね。なんかね、この辺の感じが、あまり見ないから多分そうじゃないかと思います。音のバランスとか見ながら。そして、汽笛と一緒に組になっておりますのは、こちらの汽車音発声器です。これと一緒にやらないと分かりにくいかもしれない。出てく音ですね、これね。私はあまりやったことないんで。これもそう。これなんかこう入れすれ違ったり止まったりするときにこれ使ってたんだと思う。の音を作るときに使ってたんだと思います。これは本当に氷蔵さんのお手製という感じで、ね、一個ずつこう一個ずつこうなってるんですよね。缶に切りで穴を開けたようなおろし金みたいになってるので、はい、このちょっとかっぱ橋の道具屋さんで買ってきたみたいなやつでこうお家で作れる汽車の音です。先ほど柴田さんの紹介にありましたけれども、近代になってそういう汽車の音とかが必要になった時にこういうので、作って工夫されていたということですね。こちらは茶っ葉と礼儀ということで、これはもうよく、よくというか我々はもうしょっちゅう使っているものなんですけど、今割ともっと金属っぽい音がするんですね。でこの時代のこういう楽器はすごくなんか大事というか重要というかありがたいです、私たちにとっては。こっちもやっぱ音が今のってすごいキーンと音がするんですけど、やっぱり落ち着いた音がするので、多分鉛とか鈴とかちょっと違うものが入ってるんじゃないかなと思います。これは巡礼の、そうですね、これ巡礼の時に使うやつ。
そして来社というものですね。来社はこちらの前にございます、はい、楽器というんでしょうかね、音を出す装置です。これ先にやった方がいいですか、目つぶって先にやりますか。これこうやって音流します。でこれね、ちょっと皆さん目つぶって聞いていただくと、これ戻すの大変です。目つぶってください。雷が鳴ってるように聞こえないですか。これ戻すの大変なの。雷車という名前なので、まあ、雷をの音を出す装置です。非常に重いんですね、重さのあるそう木の箱、箱状のものに歯車がたくさんついていて、板の上をこう走らせると雷のような音が出るという仕組みです。これも同じじゃなくて一個ずつ全部違うようになってて、違う音がするようにガタガタってガタガタなるようにわざとそういうふうに作られてるみたい。ここも中村兵蔵所有というふうにちょっと、ね、名前が彫ってあって非常に愛着を感じますね。これ中村って書いてありまして、こっち側に中村兵蔵って持ってかれないようにね、誰か。これも現在歌舞伎なんかでも使われているものです。それから花火8世紀というものが所蔵されております。これねよくわかんないんですけど、どうもここにこう火薬を詰めて、でこうダイヤルで何番のこうなんかね、おそらくこの後ろにこうつながるんですよね、なんかが。で火かなんかつけてバーンって花火やってたんだと思うんですけど、この1番行くよ2番行くよみたいに。もう今じゃ絶対ね鍵現金ですから使えないものですけど、もう危険とか書いてあって、ちょっとこういうものがでも音を出していたんだなっていう、ちょっとこの面白いなと思います。これもお手製なんでしょうね、多分非常にこうそうだと思います。番号がつけてあって、こう後ろがこう色ここがこう一個ずつついてて、この高さも全部違うのでこだわって作ったんだと思います。これありがとうございます、はい、そして、水芸の道具ですね。水芸というのは、滝の白糸で、見せる水を使った、まあ、曲芸なんですけれども、それの道具も楽器ではないんですけれども、それの道具も兵蔵さんが、工夫されて残されております。そうです。これうちに、私が子どもの時にはおじいさんの家にありまして、滝の白糸出るよって言うと、なんかうちの母親がこの前がこうお花の紙のお花になってるんですけど、これきれいに塗り直して、黒の漆も全部塗り直してこう干してました。このお花とかも全部きれいに作り直してました。今も全然小道具さんが新しくきれいになさって持ってらっしゃるんですけど、これはすごく私も子供の時に覚えの時にこれ何って聞いて、なんか一緒に手伝ってた記憶があります。このように画面に出しておりますように、こう一式の目録がちゃんと残されていて、もっと何ページもあるんですけれども、ちょっと一部お見せしております。ちょっと細かいものが湯飲みとかは今出てないんですが、これ仕掛けを言っちゃっていいのか分からないんですけど、手品なのでここにお水が入るんですね。でこういう水をホースでここに足して、ここから皆さんのこういうところに全部水が出るようになってて、これ後ろに舞台の後ろにあって、それをやる人がいるんですけど、まああとここに太夫さんがお座りになって、いろんなところからこう出るような仕掛けになってます。でこれねこれですよね、みんなが不思議に思っているこれ。これ。これですね、はい。これは、工場の春平さんが、これ、ちょっとある場所にこれをつけて、頭から水を出すのに、っていう仕掛けです。これ、
本当言っちゃいけないんだと思うんですけど、だから内緒にしておいていただきたいんですけど、今度は滝のシライトがもしどっかで、あのうちでしかやらないと思います、うちの審判の時にしかやらないと思うんですが、ああこれつけてたんだなって、でたまにちょっとここから水が出ちゃって大変にびしょびしょになっちゃって大変だなっていうのを、 そういうところも楽しんでいただけると嬉しいなと思います。これだからのこういうとこにね、あのこれは入ってないのかな、こういうやっぱり門が入っていたり絵が入っていたり、こういうのもこだわってお作りになってらっしゃったと思います。あとで休憩時間の時にぜひあの近くでご覧いただきたいと思います。あの、まあ、手は触れないようにしていただいてご覧いただきたいんですけれども、あのこの装置ですね、ここからまあホースをつないでっていうことなんですけど、一つ一つ羽子板とかあやめ刀掛けというふうに、まあ、どこにつながるかが書いてあって、ここに線があるので一個一個開けたり閉めたりする仕組みですね。そしてあのよくご覧いただきますと、あのこの羽子板のところにも水が出る穴、分かりますかね、分かりますか、ここに穴が開いていて水が出る。でこっちの勝負のこの根元なんですけど、ここにもあのホースをつなぐ線があったりしますので、あのぜひ近くでご覧ください。ではちょっとあの水芸の様子を、はい、映画なんですけれども、動く映像でご覧いただきたいと思います。あのようなあの手品のようなものをですね、舞台で実際にあの皆様にご覧いただくために、まあ、兵蔵さんが作ったと。そうです、あの多分手品の見せ物小屋に行って教えてもらえないので、結構研究してこう、まあ、潜り込んで研究して作ったみたいなことを聞きました、はい、よくなんか物を作るのが得意でいらっしゃったんですね好きだったみたいですね。それがなんか楽器に対するそのこだわりっていうか追求と、うん、その物作りのなんかすごくお得意なところが結びついたっていう感じですかね。なんかあの本当にうちにもあのいろんな道具がありました。いろんなのを作るのなんていうの、こういうカッカッってやるカンナ、カンナの道具があったりとか、はい、ものとてもその 趣味を超えたもう職人ですかっていうようなあのこだわりのある人で、ま、あのお花の話をするとですね、うちもバラ園のようにものすごいこうバラがすごい丹精に育ててたらしくて、バラをすごかったんですが、私が小学校に入った時に桜の枝をもらってきたら、そのバラ全部切ってそこに桜を植えて、またその桜を丹精に育てて、ものすごい大きな桜になっちゃって、もう平成何年ぐらいだったか、もうあまりにも大きすぎて邪魔になっちゃうので切っちゃったんですけど、そうやってとてもあの趣味を超えて職人の技で、すごくそういうところのある方でした、はい、こちらはあの遠泊所蔵ではないんですけど、やはりあの兵蔵さんが工夫して作った音の発生装置として格子車というのをちょっとご紹介します、はい、そうですね、これはもう最近よく使っているんですけれど、あの戸の開け閉めの時に上の、あの格子車をこうぐるぐるガラガラって開け閉めして、音が、あの戸が開いたり閉まったりする音を立てる、あの立ててます。これは今は木佐代さんのお宅にあ、これうちに今あります。今もよく使っている、まああのこのそうですね、格子戸が出る場面ではですねただで、ね、やっぱちょっと小さい、音が小さいので、まあどっちかっていうとお客様に聞かせるというよりも役者さんたちの焼きますよみたいなことの方に使われることのが多いですね。まあ今以上がですね、博物館に所蔵されている、氷蔵、球蔵の、楽器と、まあ、水芸の道具は、まあ、花火もありますけど、まあ、道具類のご紹介です、後ほどあの第2部の方でもう少しあの他の楽器も交えながら、あの木佐代さんに実演もしていただいて、作品の中で、まあ、どういうふうに使われているのかということもあのお話ししたいと思います。
それに先立ちまして、付帳というやはり氷蔵さん急蔵の資料としてですね、付帳というものをご紹介しておきたいと思います。こちらは、博物館ではなくて久代さんご肖像のものなんですけれども、今ご紹介したいとこういう楽器を使ってどうやって、音楽演出を作っているのか、この作品では、ここの部分でこの音を出すよ、この音楽を演奏するよっていうことを、書き留めたのがこの付帳というものです。クロミスの演奏家による覚書、本当にもともとは自分用の個人用のメモであり、せいぜいその一緒に一座する演奏家のために書き記すもので、影林の台本とも言われるものなんですけれども、古くは江戸時代歌舞伎の方で、ずっと書かれていました。その当時はあまり他の劇場に知られたくないので詳細をなるべく記さない、歌とかも歌の曲名を書くのではなくてただ歌って書いたりして、なるべく外に出さずにいたんですけれども、明治になって、歌舞伎の方でもやっぱり記録していくことが大事だろうという、そういう何ですか考えが出てきてかなり細かく記すように、なっていったんですね。で、それよりも少し前ぐらいから新派劇というお芝居ができて、音楽演出、歌舞伎から影響を受ける形で、新派独自のものを築き上げていくわけですけれども、この付帳という何て言うんですかね方式も、歌舞伎から新派の方に受け継がれております。お手元にもちょっと、多少写真なども載せてございますけれども、氷蔵さんはこの新派の付帳をですね、これが、まさにこの女系図の実物なんですけれども、このような形で1番から106番まで、番号をつけて整理されて、その目録も、作られて非常にこう何ですか整理されている形で保存されているんですね。106番まであるんですけど別冊とか分冊もあって106冊というわけではなくてもう少し冊数がございます。そしてそうですね、氷蔵さんの付帳の特徴というのはこのように何て言うんですかね歌詞や手付けのメモ、これちょっと風流深川歌の例で女系図ではないんですけれども、例えばここに「月金のこと合奏」というふうにここに書いてあって、ここに「ぎっちょんちょん」って書いてあるんですけど、その手付け、楽譜、はい、が平上司だからことですか、はい、月金ですね、月金ですかね、月金とことの合奏の、はい、その楽譜が残されていたり、ちょっと珍しい曲を歌うとかだと歌詞が残されていたり、こういうメモのような形がこの付帳袋閉じになってございますので、この袋の中に入っていたりして、本当に何て言うんですかね、こだわって作られていると同時にこう 愛情を感じるというか、丁寧に丁寧にこう整理されて、残されているという様子がうかがえる非常に貴重な資料です。今はですね、このように劇場から劇場とか松竹会社から台本が配られます。演奏家さんに限らず役者さんも皆さんですけれども、そこに映像を用意してなくて申し訳ない、後でまた近くで見ていただきましょうかね、そこの水源のところに置いておきますが、この配られた印刷の台本に、書き込む形で、なんですかね、音楽演出を作って、それを見て演奏されるんですけれども、これを、保存用の形で綺麗に清書したのがこれという、時代的にはちょっと違いますけど、実用のものをさらに綺麗に清書したのがこれというふうに説明することができるかと思います。そして付帳の中身ですけれども、こちら表紙ですね、まず表紙ですね、すみません、表紙はですね、女系図というふうにタイトルが大きく書いてありまして、
その横にあたる昭和21年6月狂言というふうに普通まあ年月日が書いてあって、ここにまあ泉鏡花原作久保田万太郎演出なんていうふうにも書いてありますけど、年月日が書いてあってタイトルが書いてあって、それからまあ幕や場の数、あのまあどの場を取り出してやる場合もありますので、どの場をやるかなんていうことが書いてあって、そして、劇場名ですね、座名が書いてあるというのがあの定型です。これ本当にあの非常にスタンダードな形で書いてあるあの表紙だと思います。で、先ほど申しましたように、あの兵蔵さん の, あの目録と付き合わせる形でこちら第1号こんなふうにあの番号がついてあります。で、この横に書いてあるのは目の層紙すきの場別に付けありということで、目の層の場面だけはここに入ってなくて他に分冊としてツケがあるよという、非常に整然と整理されています。裏表紙、まあ、先週万世大大二課のツケ主中村兵蔵と、これもあの歌舞伎と全く同じ形ですね。あの裏表紙 の, あの非常に典型的な書き方だと思います。そして、実際の中身ですが、皆様のお手元のプリントにはあの本国ではなくて、なんていうんですかね、あのこういうことを書きますという、形で書いてあるんですが、まず演奏を始めるタイミング、どこからその演奏を始めるのかというのが書いてあります。これは女系図 の, あの早瀬の宅の場ですけれども、例えば幕開き、これは幕開きに幕が開いたらこの曲を始めるよという合図です。あるいはこの2行目は村田忠と書いてあって、目野さん潮が回りすぎだいというセリフを言ったらこの曲を演奏するよと、その演奏を始めるきっかけというふうに幕内では申しますけれども、まあ、タイミングですね、幕が開いたらとか、この人がこのセリフを言ったらとか、この人が出てきたらというふうにあのタイミングが書いてあって、その下にこのように割と大きな字で曲名が書いてあります。この場合はちょっとあの本国が大きな字になってます。ここに打つや太鼓というふうにちっちゃい歌詞が書いてあるんですけど、曲名としては稽古歌相方ということですね。稽古歌って結構いろんなものがあるので、その中で打つや太鼓から始まる、まあ、越後獅子の一節ですけれども、それを演奏しますよと。そして雨屋というのは鳴り物の名前です。このように幕が開くときには打つや太鼓の稽古歌と雨屋を演奏するよと。これも村田忠のセリフで、同じく稽古歌ってことですね。だけど歌詞は小野が姿のところを演奏するよ。こちらも女中さんが、こちらいらっしゃいますと言ったら、打つやなので最初のこの幕開きと同じ曲っていうことですね、を演奏するよ。雨屋の太鼓も入れますよということです。そして終わりのその演奏を止めるきっかけも書いてあって、あくまで、だから幕開きはこれを演奏したらあくまで演奏して開いたら止めますと。こちらも、明石入るまでなので、明石さんが入るまで演奏するというふうに、プリントに書いてありますように、演奏を始めるきっかけ、それがまあ幕とか道具とかセリフ等体上動きなどで書いてあって、曲名が書いてあって、演奏を止めるきっかけが〇〇までというように書いてあります。それからもう一つ付け帳の大きな特徴は、役名ではなくて役者名で書くということですね。役名だと毎回その役名を演奏家さん覚えるのは大変です。で、早くまでそのきっかけになることもありますので、役者さんの名前だったらいつも一緒にお仕事をされている方っていうことで、あのすごくよく知っている仲間ですので、必ずあの役者名で書くというのが原則です、はい、という、まあ、こういうあの新派の付け帳というものも兵蔵さんたくさん残されて、今もですよね。今木佐代さんが何か上演して何か知りたいなと思ったらこの付け帳をご覧になる。ほとんど変わら、女系図はほとんど変わらないので、もうこれがこれをもとに、あとちょっとこうセリフがこう入れっこになったりするようなところはちょっとチェックして、
付け直しますけれど、ほとんど変わらないですね、やってることは。これが、というようなところで大体一部は終わりでして、第2部ではこちらのこの付け調とちょっと合わせてみながら、楽器の音も聞いていただき、少しその音楽の世界をもう少し具体的に見てまいりたいと思います。それでは第1部はここまでとさせていただきます。それでは第2部に参ります。第2部はシンパで使われる明治大正昭和の音の演出を聞くと題しております。お手元のプリントの方に本日のプログラムと一番最初のページにですね、書いたんですけれども、そこには滝野白井と女系図骨体さんという3つの作品を取り上げるんですけれども、乗り物の音というのがちょっとポイントになるかなと思って書いてあります。乗り物音だけではないんですけれども、他の音もちょっと取り上げながら、特にその乗り物に時代の移り変わりなんかが見えるんじゃないかなということで、少し乗り物に注目しつつ3つの作品を見てまいりたいと思います。最初に滝野白糸です。ちなみに作品の何ていうんですか、概要とか作品全体のあらすじについては、お手元のプリントの3ページと4ページに、書いてあります。ここでは詳しい説明は省かせていただきますので、適宜、ご覧になりながらお聞きいただければと存じます。滝野白糸、今この高田保つ脚色というので主に、やっているということで、こちらの付け帳を使いたいと思います。先ほどこの水芸の道具を紹介しましたので、ちょっと水芸の場にどんな音楽が鳴るのかというのをちょっと見てから始めます。これは遺構という音でしょうか。遺構ですね、はい、遺構というふうに呼んでいるんですけど、こちら三弦入り龍神と書いてありますが、遺構と呼んでいる曲ですね。水芸の場ですので、先ほど映画で見ていただいたように次々とこう水の曲芸が行われるわけですけれども、最初こう三弦入りなりもの、竹簾という、にぎやかなものから始まって、三弦に中の前カンカラとなって、今のようなちょっとゆっくりしたものも、使われます。そしてこの水気三重という曲、映画の無声映画の
水が出てくるところのちょうど音楽です。これは三味線となりもので、今はちょっと今録音で聞いていただきましたけど、普段は実演で演奏されているということですね。はい、そして、これちょっとお手元のプリントにないんですね、申し訳ありません。同じ滝野白糸のイスルギの三味線という場面ですけれども、馬車のラッパ、馬車が到着してですね、そして茶店で周りはこう日暮らしが鳴いているというような情景です。これが、これお豆腐屋さんのラッパなんですけど、これがどうも馬車でもこれを使っていたらしく、私、ね、吹いて吸って、吹いて吸って音が出るらしいんです、出るんですけど、ちょっとなかなかね吸った時の音が出ないので、これをとてとてとてととととととて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 とって吹いてるんです、馬車で。でとても私の肺活量では今無理で全然できないんですけど、なかなかの難しい。でもこの馬車のラッパを使って、馬車のラッパを豆腐屋さんのラッパを使ってたみたいです。今はうちの父がこれで録音したものを、滝の白糸の時には使ってます。それと日暮らし、日暮らしですね、これ。日暮らしもこれ日暮らし笛といって擬音の笛なんですが、本当の日暮らしの音を出してしまうとお芝居にならないので、こういう擬音の笛を使ったもので、虫笛とかもそうなんですけど、こう鳴らしたり、この時は多分やってたと思います、これを。で今はもう日暮らしも全部 SE っていうか、テープで流してます。これで吹いたものを録音してそれを流して、その日暮らしを使う効果というのはどういうところにありますか？やっぱり日暮らし、夏の終わりに鳴くものなので、白糸一座、水芸の一座がもうだんだんこうお仕事がなくなっていくのと、日暮らしで夏の終わりであることをこう情景として表す、なくなっていくもちょっと悲しいね、寂しいねみたいなことで日暮らしも使ってたんだと思います。ちょっと今ちょっと違う袋になっちゃったんですけど、そうですね、今袋を使うということなんですけど、今袋を使ってます。本当になんか袋、山場とかな、なんかその歯とかなんか違うもの、日暮らしじゃないものを使ってます、今の演出は。なんかこのお話を伺って、本当になんかその審判のストーリーと、そういう登場人物の状況と、それからその目に見える情景、舞台上の情景と、それから音っていうのがなんか全部リンクして、その物語の世界観だったり、なんていうのストーリーの展開をこう演出しているんだなということを本当に強く感じました。そして、そうですね、こちらが大きい写真です。これラッパー、はい、これが豆腐屋さんのラッパですね。今はあまり聞かれなくなりましたけど、私なんかも子どもの頃はよく聞いておりました。それからこれが竹製のラッパ、これはね、表情さんのものではないんですけれども、これもあります、ね、音が鳴るものとして、これは押さえて吹いてるだけなので私でも鳴ります。吸わなくていい。これが日暮らし笛ですね。もうこんなにちっちゃいんですけれども、ような素敵な音が鳴ります。そして、大詰めの裁判所、はい、裁判所なんかも駅とか汽車とか、そういうものと同じくですね、近代になってその舞台上に現れた、ものの、代表的なものかと思います。歌舞伎なんかでも裁判所が出てくる作品がございますが、この裁判所はこの巣という
これですね。そうですね。はい、あの巣というのは何も音がない状態で幕が開きますよということを書いてあるんですが、あの本当は素直の巣の字なんですけど、こういうお芝居の世界っておめでたい字をで書き換えるんですよね。それでこのことぶきという字に書き換わってます。巣という字。裁判所はもう素でほとんど音を使わずにずっとセリフでやり取りをする最後の大詰めの場面ですね。そして村越金也というあの主人公がというか白板の相手役の男が、自殺するところで終わるんですけれども、そこにピストルの音をバンっていうのをやってたらしいんですけど、はい、今はもうさすがにテープで流してます。はい、そして、マシュライトのご紹介はこの辺りにしまして、女系図に、移りたいと思います。女系図と申しますと、湯島の場ですね。清元を使う湯島の場とか長唄の勧進帳を使う目の層の場面があの非常に有名で、非常に巧みなあの音楽演出がつけられているんですけれども、今日はその2場面ではなくて柏屋という柳橋柏屋というところにちょっと注目してみたいと思います。付け帳はこちらの昭和26年のものを使います。あのまあ表紙、ね、ご覧いただくとすごいたくさん作品名が載っていて、1日にまあ第1部と第2部に分けて鬼の面おけいちゃん何は女、第2部が泉屋染め物店と女系図というようにまあこんだけの作品をやってたんですよ ね、あの充実した全投資なんで全幕やってたんですよ ね、長時間にも及ぶ、公演を明治座でやっていた時代ですけれども、先ほど申しましたようにちょっと柳橋柏屋という場面に注目したいと思います。こちらはあの主人公の力が、お伝と別れろというふうにあの説得をされる場面ですね。柳橋ですので、小唄を多く使います。最初のこの小唄のところ、歌詞が、このように書いてあります。ちょっと音を聞いてみます。そしてそこへ人力車が到着しましたよということで、人力車のベルが鳴ります。人力車のベルは、はいはい、これもあのうちで作ったものだと思いますが、今の自転車のベルとちょっと違うんですけれど、まあ、似たような昔のベルなんですが、これでこう人力車のそこ出てこないんですが、人力を引いてる車夫が後ろで、あ、兄さんお帰りって今帰ってきたよっていうのが分かるように、これ裏で役者さんが流してます。私あんまり上手じゃないんですけど、これ結構使ってまして、日本橋とかでもあの人力車がを使うときにこれ結構使ってます。この音がね、このベルも結構こだわって、なんかいろいろ種類があって、これが一番いいっていうことでこうやって作ってありまして、おそらくその時その時によっていろんなのを使い分けてたんだと思います。
そして、炉の音ですね。ひらがなで炉の音と書いてありますけれども、はい、漢字で書くと、まあ、この炉の音ということになりま す, です、ね、これね、あの柳橋なので、これ頭水音ってなってるんですが、あの隅田川の横にあるので、川が流れているよ、川のそばの、まあ、料亭さんだよ、でそこに船がいるよということで、この音が流れてで、これなんですけど、ここにあのオイルがちょっと臭いんですが、実はこのオイルを差しながらじゃないと乾いてきちゃうと音が鳴らないんですね。で乾いちゃうとこれが全部外れてっちゃうんです。で今あの2分始まる前につけたんですけど、もうこの時間で乾いてきちゃってるので、ちょっと長今ここでやるとすごい臭いのでこの状態なんですけど、船こぐ音聞こえますか？で大丈夫かな、どうでしょう。はい、ありがとうございます。すいません、この炉の音を、騒ぎの三味線という三味線のメロディーと一緒にぜひお聴きいただきたいと思っているのですけれども、すいませんちょっとお待ちください。騒ぎの三味線というメロディーがよく出てくるんですね。これはまあ有利なんかで使われる曲ですけれども、ありがとうございます。すいません、お待たせいたしました。炉の音を出しているのはこの、まあ、きしみとも言われる楽器ですね。オイルを差して音を出すという仕組みになっています。人力車のベルは先ほど北谷さんにご説明いただいた通りです。そしてこの場面、まあ、小唄が、たくさん使われます。まあ、先ほどと止めても越えるなだめても越える越えるの、で飛んだ不思議というように、小唄とそれから、騒ぎの三味線と炉の音というのが主にこの場面を作る音楽演出なんですけれども、まあ、柳橋の芸者さんがいてなんていう、そういう場面
まさにまあ小唄が、実際にそういう場面でも歌われていて、騒ぎの三味線も聞こえていてという、そこに、柳橋ですので、川があって、炉の音も聞こえていてという、実際のその音の風景を、舞台上に再現することで、こう柳橋という土地の雰囲気が非常にリアルに伝わってきます。そしてこの小唄の歌詞がちょっと物語 その登場人物の状況と完全にではないですけどちょっとリンクしていて、その何ですか、その時の状況を説明するような役割も果たしております。そして、同じ女系図ですけれども、今度は場面が全然変わりまして、新橋ステーションの場を見てみたいと思います。ステーションなので、電車が来るんですけれども、まず、ここにガランガランオーベルというふうに書いてあります。これです、ね、これです。ガランガラン、これ電車が入ってくるよとか出るよとかっていう、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今でいう電車がタン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 っていう電車が入ってくる時のこのベルです。駅員さんがこう鳴らすんですね。そして、電車が出ますよという合図ですね。呼ぶ子という笛が鳴りまして、そう、これをやってで人が入ってもう出ますよっていう時に人が入ってくるんですが、この笛を吹くことによってもう緊急というかもう出るよって、本当に出ちゃうよっていうのをこうお客様に分かってもらうためにこれをかけて吹いています。これでもう出ちゃった、もう閉まっちゃった、出ちゃった、間に合わなかったっていうのがこれを、これをかけて見えないところでやっています。で私今何もしてないんですが、なぜかこだわりがあってうちでは白い手袋をしてやるという駅員さんと同じ状況でちゃんとこれも白い手袋でをし、これも隣で白い手袋をしてやっているというのに、実は見せお見せしたいけど見せられないそれは初めて知りましたね。面白いですね。そして汽車が発車するというところで、先ほどお見せした汽車発生機を、そうですね、でこれがでこれで発車していっちゃうんですね。これで発車してしまいますよ。で間に合わなくて、太鼓さんが間に合わなくて、行っちゃった、行っちゃいましたかって駅員さんに聞くところにこう話がいく。ここでは人力車と汽車という2つの乗り物が、ここではというか、女系図ではですね、人力車と汽車という2つの乗り物が、出てきたんですが、いいですよね、はい、オーベルはこちらの写真ですね。はい、ベル、これですね。呼ぶ子はホイッスルです。これもちゃんとかけてこだわり、もう車掌さんというか駅員さんなりきってやってますから私たち。そうです、女系図では、炉の音だったその船の音というのは、時代が移っていくとポンポン船というエンジンで動く船になっていきます。そのポンポン船の音も新派では割とよく使われてまして、ストンポッチというふうにですね、これなんですが、これね、本当にこれだそうです。ストンポッチの音をさせているの。そうで、これ私ちょっと手がちっちゃいんで入んないんですけど、これサランラップの芯でもできるっていうことが発見されまして意外とこの方が綺麗にできてるんじゃないかというこういうストンポッチの音みたいに音が変わってきます。この汽笛なんかも、そうですね、ね、この汽笛だと、はい、聞いていたんだろう。こういうのだから本物ではなく、こういうものを使って音を作っている。
それではさらに新しい作品としてコッタイさんを見ていきたいと思います。こちらもストーリー全体の方はプリントでご覧いただくことにして、音に注目していきたいと思いますが、付け帳は昭和30年11月明治座のものですね。この時も本当に、波の音、日本橋、雨月物語、コッタイさん、結婚新書というたくさんの、作品を上演しております。コッタイさんは京都のですね、島原遊郭の宝永楼という、遊郭が舞台となります。最初労働家で幕が開くんですね。労働家と書いてあります。幕開きですね。ちょっと音を聞いていただきたいと思います。こんな風に労働家で幕が開きまして、万歳万歳という風にここは書いてあります。これも時代ですよね。ごめんなさい、万歳万歳とあって、都に丸の、印が書いてあるんですけれども、これは止まるです。ここで止める止まる、音止まるよという印です。もう止まるっていちいち書かないで止まるになって、超よく使っております。先ほど、何々までということでご紹介しましたけど、までというふうに書くこともありますが、簡単に止まると、はい、そうですね、止まるというふうに書いたりもよくします。コッタイさんはもう戦後の話なので、割とこう労働家とか小唄とか羽唄とかそういうものへのこう、なんていう、こっちに近い、現代に近い曲がこう結構出てくるようになってきます。演説もそうだし、万歳もそうですかね。そうですね。これも続きの場面なんですけども、ここも労働家から始まって万歳の声があります。ここにおやしというふうに書いてあるんですけど、おやすっていうのはどういう意味ですか？これだんだんクレッシェンドにするというか、大きくする、早くするとか、もう労働家がわーって大きくなって、うるさいうるさいってなるんですけど、そのためのおやす、おやして、こう少しおやして、大きくしてっていう意味のおやしです。これはよく使います。そうですね、はい、よく使いますね。おやしっていうふうに書いて、だんだん大きくするという表現に使っています。そして また労働家万歳万歳となって、ボンボン時計が鳴ります。ボンボン、11時と書いてありますけど、これですね、ボンボン時計、ここの前でこれ、こういうふうになっているところを打ちます。このボンボン時計の、こんな早くないでしょうけど、ここを打って、これかな、こっちの方が正しいかな、音こうですね。これに本当の時計を入れてます。素晴らしいですね。成功って書いてあるので、これだから本当にこう、時計の中身を板にくっつけて、こう自分たちで手動で鳴らしている。本当に工夫でそれらしい音が鳴るものだなと思います。そして、これ同じ場ですね、コッタイさんはずっと場面変わらないんですけれども、汽車が近くを、近くというか汽車の音が聞こえてきます。ここは汽笛汽車入れ替え通り過ぎというふうに書いてあるんですね。それでこのいいですよね。E は後で説明します。汽笛は先ほどの笛ですね。で、汽車が入れ替えるっていうのはなんかすれ違う、おそらくこう汽車が入ってきて、戻るとか、こうすれ違うとか、そこがちょっと
記者、昔の記者なので、私はもう新幹線の時代なのでわかんないんですけど、多分その音が違ったんじゃないかなと、こう少し違う音が聞こえてきたんじゃないかなということで、ちょっと強調されて、そこを音を作ってたと思います。そしてここにですね、小さくピンクで色鉛筆みたいなもので、丸 E と書いてあるんですね。この丸 E というのは、はい、これはエフェクトでしたっけ、テープ録音で流しますよということで、おそらくここの宝永楼さん、島原なんですが、京都の駅からちょっと離れてるんですよね。だから電車が遠くから、電車じゃない、汽車が遠く、汽車の音は遠くに聞こえるよということで、ここの近くで鳴らしちゃうと、とてもなんかすごい近くにいる、その電車が走ってる、汽車が走ってるように聞こえてしまうので、音響さんがテープで流します。これが E と書いてあるのが結構こう出てきます、この作品にも、ね、その場でも音は出せるのに、遠音である必要があるので録音でっていう工夫ですね。本当にSBS さん、さっきのショービズスタジオっていうんですけど、 SBS さん の音響さんたちが本当に優秀で、もう本当に私たちがやってるのと変わらないように音を出してくださるので、こう助かってますというか、本当に優秀ですお借りしてるから言うわけじゃないけど本当に優秀です、そして、同じ場面ですけれども、ギターやアコーディオンの音が鳴ったり、サイレンが鳴ったり、4番木というのは、よいしょ、表紙木で出す、まあ、夜の見回りのようなですね。そうですね。でまた汽笛が鳴ったりするんですけれども、これもなんかちょっとよく見ると、ここに裏よりサイレンって書いてあって、こっちは下手より同じくって書いてあるので、なんかサイレンがこう動く、動いて、多分ここで後ろでサイレン鳴らして、今度こっち側の下手の方に行ってサイレン鳴らして、これは多分救急車だと思うんですが、救急車がこう移動したよっていうのが分かるように作られてます。なんかサイレン一つでもすごくこう細かいところまで作り込まれています。そしてこの汽車の汽笛も、汽車の汽笛同じく汽車進行中汽笛というふうに続くんですけど、ここに先ほど見ました E のマークが3つ、ごめんなさい、ちょっと見えにくくなってますが、3つマークがついていて、これはいずれも録音で音を出していたということでしょうかね。はい、そうですね、それも本当の汽車の音ではなくて、でこういう笛を使った汽笛の音を録音して、それを流していたんだと、はい、そう、生音じゃダメなんだということを兵蔵さんも、その教えを受けた辻さんもおっしゃってますね、はい、そのものではなくて、お芝居用に作った音を録音する、流すようにという、まあ、録音するなり実演で使うのが大切なんだということをおっしゃっています。そして、小田さん、身分念仏の音が聞こえてきますけれども、ね、これはどんな場面でしょうか。これ、第三幕なので、小田井さんの、道中をやろうっていう、そのお稽古をしている場面、みんなが集まってきている 場面なんですが、これ多分身分寺が近くにあるんですよね。島原のホエロの近く、その身分寺の身分念仏の音が聞こえてきていて、まあ、ちょっとこう賑やかな感じ。あら、ちょうど身分念仏やってる時に、そのみんな小田さんの行列、道中をやりましょうということで、まあ、このあと最後にこう練習になっていくんですけど。こんなのもその島原の土地柄とちょっと季節感ですかね、そういうのを表す音かなと思います。でそこへ電話がかかってくるんですよね。はい、電話ですね、これで本当に電話、黒電話を使ってたらしいです。今この装置がないので鳴らさない、この音なんですけど、これなんかどうもどっかにつけてこう鳴らしてたらしいです。
これ SBS さんから借りた音なんですけれども、この辺はちょっと SBS さんから借りてお借りしてきました。なんかこれちゃんと前半はあのかける音も入ってるんですよね。音ができてます。こんなのも本当に、ね、時代の音になってしまいました ね、 ね、というか、ね、今もならないですから ね、 携帯ね、日常の音だったはずですけれども、もう過去の音に なってしまってるのかなというところです。はい、そして、乗り物ということでちょっとまた他 の、 あの作品からですけれども、さらにもっと新しくなると、自動車も出てくるよということで、明日の幸福というあのお芝居から自動車の音をご紹介したいと思います。家庭裁判所調停室の場なんですね。自動車止まるラッパ、自動車止まるラッパと書いてあって、ラッパの音、ラッパってあのクラクションですね。クラクション。これも本当にあのクラクションの音のそれだけ持ってきてやってたそうです。こっちで。このそのまま持ってきて、実際の自動車のクラクション。そしてまあ電話のベルは先ほどと一緒で、自動車スタートと書いてます。スタートということですね。自動車が発車する音。こちらです。これも多分エンジン使ってやってたんだ。今この辺はもうほとんどテープで流してますね。あのこれもね SBS さんから借りた音なんですけど、スタートの音で3種類くらいあって本当になんかあのこだわってるんだと思います。そのスタート一つにしてもどういうスタートだったのかで音を変えてる。以上ですね、ちょっとあの駆け足でございましたけれども、いくつかの作品の付け帳を見ながら、音をご紹介しました。乗り物としては、人力車や何でしたっけ、あの船の炉の音から、まあ、船がポンポン船になったり、それから汽車が出てきて、汽車はあの本当にベルの音から呼ぶ子から発車する汽車の音、いろんな音をあの出しておりました。そしてそれがまた自動車へと変わっていくというようなのもあの少しあの審判の作品から見れるのではないかなと思います。ごめんなさい。そして、こちらまたコッタイさんに戻りまして、ラストシーンなんですけれども、最後そのコッタイさん の、 あの道中が太陽道中が行われるよということでみんなが集まってまして、そこで御所車という、まあ、かに迷うという曲をねみんなで演奏するシーンがございます。ここに舞台でつけ三味線とあのごめんなさい囲ってないところですけれども、ここですね、ここに舞台でつけ三味線と書いてあって、ここにそこで弾く曲が書いてあるんです。曲、まあ、1曲なんですけれども、あの先ほど申しましたようにそのタイミングがあるので、このセリフを言うとこの部分を弾く、歌うよ演奏するよということで、1,2,3,4,5 箇所に分けて、書いてあります。そしてそれはまあ舞台でつけ三味線ということで、まあ、どういう状況かと申しますと、舞台でつけ三味線、このねこっちはね八千代任せの方なんですね。あ、そこっちはで、こっちになる、こっち、はい、こっちがあのこういう状況ですね。そうです、すみません、はい、失礼しました。みんな集まっていて、役者さんたちも三味線を弾きですか。そうですね、お三味線、役者さんあのかつらつけてらっしゃる方が、そうですね、役者さんですね、もたろうさんと一条さんです。その中に演奏家の方々も混ざって演奏されます。こちらが、はい、でこのうちの氷蔵さんですね、もう一緒になって歌三味線弾いて歌ってました。こちらがおじさんですね、越五郎おじさん、越五郎さんという
おじさまにあたる方ですね。この多分手前の方が、この方は多分長門の夫さんじゃないかなと思います。もう一度役者さんのお名前も。これが上田茂太郎さん。上田茂太郎さんと思います。で一条久枝さん。一条久枝さんですね。あのご覧になった方もいらっしゃるのではないかと思いますけれども、このようにまあ役者さんたちが演奏する中にあの演奏家さんたちが、混ざって弾くところで小田井さんは、幕となります。ちょうどねあの前花柳先生 で, ここです、ね、ちょっと小田井さんが見えない写真で写ってない。そうですね、はい、あの小田井さんつい先日あのかかりましたけれども、あのまたあの舞台にかかるときにはぜひ演奏家の方々にもご注目いただきたいと思います。まあこのようにあの舞台の上に出て演奏されることはそれほど多くはない。でもいくつかありますね。滝の白糸はちょっと出たりしてますし、あとまあ最近あの、まあ、芸者さんでどうしても人が足りないよとかっていうあの新作なんかでもちょこっと足りないから出てっていうのはまあ、10年ぐらい前まではありましたけど、ね、どうなるかまあこうやって私たち法学部とこの役者さんたちと割とこの境目がないというかもうファミリーなので、お互いその役者さんが三味線も弾くし鼓も打つし、私たちもこっちをあの演出一緒に足りないところを補っていくというこうなんだろう、意思がこう疎通が取れるように本当に仲良くというか、まあ、喧嘩もしながら仲良くもしながら一緒にこう作品を作り上げていくというのが割とこの付帳を見てもすごくあの読み取れるなと思いました。うちの法学部ではないこう歌の主さんだとか清本の主さんとかから、まあ、いろんな時わず信頼の先生方皆さんそうなんですけど、とても審判のことよく分かっていらっしゃって、あのたまにしかお見えにならないのにもう自分は親戚だみたいな感じでいらっしゃるぐらいこうなんかなんていうかすごくファミリーな温かいこの音のものづくり音づくりをやっぱりこの付帳を見ても読み取れるなっていうのがすごくわかりますね。なので私もそれを結構のあの目指してはいるんですけれど、なかなかうまくいかないですが、今後あの審判ご覧になるときには音楽にもご注目いただければと思います。というところで、はい、本日はお開きしたいと思います。一個だけ宣伝していいですか。どうぞ。あの、全く審判と関係ないんですが、7月の7日8日に私あの自主公演いたします。ザ・高円寺というところで、よかったら皆さんお越しくださいよろしくお願いいたします。配布にあのチラシが入ってございますので、ぜひ お運びいただければと思います。ではこんなところで、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。